みずほウィークリービュー。米銀行不安の影響も日米株の下値めどはという内容で3月13日、中島が担当いたします。では先週のマーケットを振り返っていきましょう。先週ですね、日経平均株価トピックスは週間で小幅に上昇となりましたが、米国の主要3指数ですね、こちらマイナスとなっておりまして、先週ですね、米国の利上げ警戒懸念はですね、後退となったものの、週末に米国の一部の銀行の経営不安が伝わったということからですね、米国株3指数揃って下落するような週末を迎えたという形になりました。では本日の目次です。S&P500 指数、日経平均株価、スケジュールの順で見ていきましょう。では、はじめに米国株見ていきましょう。S&P500 指数ですね。こちら2022年から表示しておりまして、3800ポイント台まで低下してきたという形になっております。先週10日のですね、米国の雇用統計ではですね、利上げ幅 0.5% の確率というところは後退したとみられますが、今週発表されるですね、経済統計等を控えるということと、10日にですね、米国の中堅の金融傘下の銀行が経営破綻したということで、FRB は全額の預金者保護に乗り出すということから、本日、米国の先物市場は反発しているということなんですが、足元下げがきつくなってきております。こちらチャートがですね、25日線からの乖離を表記しておりまして、下側と上側にプラスマイナス 7%、8% のバンドを入れております。こちらご覧いただきますと、22年の下値局面ですね、マイナス 7% から 8% で売り一巡の水準となっておりまして、目先の下値めどとしましては3700ポイント前後が下値のめどとなると見ております。そして、米国株のですね、MMF 残高も見ていきましょう。こちら2008年からの下側米国 MMF 残高の推移と上側 S&P500 指数ということで、過去もですね、米国の金融危機ですね、こちら株価が大幅下落した際に、こちらですね、米国の MMF 残高がこのように積み上がったという形になっております。そしてで、ここからですね、株価の下支えになったとみられ、足元ではこちら2020年のコロナ危機の際に大きく積み上がったんですが、足元こちらですね、約 4.9 兆ドルまで積み上がってきたということで、こちら過去最高水準となっております。足元様子見姿勢が漂うということなんですが、この中でですね、仮に株価が大きく下振れとなりますと、株価の下支えとなると見られます。ということで、米国株ですね、3700ポイント前後が一旦の下値めどと見ておりまして、下値は限定的かと見られます。続きまして、日本株見ていきましょう。こちら、東証の売買の約6割から7割を占めます、海外勢の売買動向を表示しております。こちらの水色が差し引き現物、そしてピンクが先物という形になっておりまして、こちら黒が日経平均株価ですね。全体的に見ていきますと、ちょっと先物の売買を見てしまうとですね、連動性がよくわからないんですが、現物に比較的動く、連動するような動きが見られるかと思います。足元ではこちらピンクをご注目ください。7週連続で買い越しとなっておりまして、短期的にですね、先物の買い戻しが日本株を押し上げたという形で 28,000 円台をつけた日経平均株価ですね。本日ですね、やや下げがきついという形になりまして、27,000 円台となっております。では、日本株の株価純資産倍率を見ていきましょう。足元で日経平均株価本日も下げがきついという形になりましたけれども、当面の下値のめど 27,000 円台と見ております。足元の PBR の水準と、推移を見ていきましょう。21年から見ていきますと、21年の3万円台の上値局面ですね。こちらは PBR1.3 倍台まで買われております。一方で22年のこちらですね、安値水準ですが、こちらが 1.1 倍前後で売り一巡。23年のこちら1月の安値も PBR1.1 倍前後にとどまっております。そして23年ですね、PBR1 倍割れの是正要請もあるということと、東証の要請ですね。そしてに加えて、米国の金利上昇によりますバリュー相場が続いているということからですね、足元こちらですね。日銀の政策修正期待等も高まりまして、PBR1.2 倍超まで買われた日経平均株価。足元で、米国の金融不安というところからですね、一服となっておりますけれども、まだこの PBR1.2 倍の水準というところはですね、全体的にはですね、1.1 倍から 1.3 倍のゾーンの中のちょうど中間ということでですね、割高感限定的となっております。ということで、日経平均株価ですね、目先は 27,000 円台が下値の水準と見ております。スケジュールです。今週は米国の FOMC を来週に控えまして、米国の経済指標が出揃う格好となってきます。特に注目がですね、14日のこちら、米国の2月 CPI ですね。こちら前年同月比ではですね、鈍化していく予想となっておりますが、米国の利上げに対する警戒感が緩まるかどうかというところが焦点となりそうです。そして、米国の2月の小売売上高ですね。1月はほぼ2年ぶりの大幅増となっておりましたので、引き続き堅調な消費需要が試されるかというところなんですが、やや減少の予想となっております。そして2月の住宅着工件数ということでですね、米国は週末にメジャー SQ を控えるということで、売り一巡となるかというところが経済指標にの展開となりそうです。まとめです。S&P500 指数の下値目処3700ポイント前後と見ております。日経平均株価下値目処ですね、200日線も 27,000 円台前半となっておりまして、このあたりの水準が下値の目処と見ております。みずほウィークリービューは毎週マーケット情報をお届けいたします。チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。みずほウィークリービュー3月13日、中島でした。